ってきまーす。行ってきまーす。ドキ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 すー。打ち上げしかもこんなおしゃれな、え、飲み物どうする？飲み物とか食べ物でも全然構わんの。じゃあ飲み物で大丈夫？飲み物にするの？この黒ごまフロートと抹茶フロートと飲みます。すいません、お願いします。とプロテインの黒ごまフロートと、はい、プロテインの抹茶フロート、はい、でお願いします。黒ごまと抹茶のフロート、はい、はい、お願いします。はい、今二重のカウンセリングが終わったところで、うんうん、まず結論から言うと、ここの、まあ、二重は埋没で、うん、平行とミックスの間みたいな感じかな、うん、で9ミリ、うん、上げるとなりますね、やります、うん、でここに目頭のこの毛小ひだを取るために切開をして、うん、ここのムチムチな脂肪、目の上の脂肪が結構あるみたいなので、これを取ってもらう感じにしました。で予算金額的にはモニターでやってもらうのでちょっと安くなるんですけど、ここが10万、この脂肪取りで10万、目頭切開、切開が29かな、でここのこれ、この二重にするのが39万5000円で、まあ、大体40万ぐらいで合わせて82かな、でちょっと正気麻酔がやったり、ここをね、なんかあれなのって、ここの目頭切開やる人は腫れちゃう、こうなんだろうな、縫ってる最中に笑っちゃったりするとここがずれちゃう、まあ、なんかで、ここねボトックスを打たないといけないんだって、筋肉を弱めるというか、それが大体19,500円追加でかかるということなので、まあまあまあそれは仕方ないでしょうという感じで、で合計そうですね、82万5000円、前金で5万円払ってるんで、あと残り70万ぐらいかな、70万7万ぐらいをまた割り込みという形、割り込みじゃない、一括かな、クレジットでやられてる感じでした。なんかさ、今まで結構私主戦度じゃん、基本主戦度だったじゃん、お金を使わない、あ、うん、で溜め込むタイプ、うんうんうん、で結構ケチケチいろんな人に言われ、ケチケチっていうか、まあ、お金貯めるよねって言われてきたの、うん、で将来のために貯めてるじゃん、うんうん、で最近さ、まあ、メンタルの勉強とかもしてて、うんうんうん、将来のためのためのもちろん素晴らしいね、うん、でもすごい思ったのが、今例えばみかんを食べたいとするじゃん、うんうんうん、でみかんを買いに行けばいいのに、うん、みかんを作るために苗を買ってるような気分になってて最近、すいません、ありがとうございます。タテナスタロー、こちら竹スタローとなっております。竹、はい、繰り返しこちらお使いいただけますので、はい、もしよろしければこちらの持ち帰り入れて、はい、お持ち帰りください。します、持ち帰りできるみたいです。すごいね。すごいね。言葉も書いてあるな。プロラボカフェってこと。すごいね。すごい。こだわったよね。水にストローせすんなっちゃったよ。危ない。これちょっと見せた。あ、そうだね。はい。黒ごまフロートと、はい、抹茶フロートかな。乾杯。ちょっとそれごまがついてるんで失礼します。ごちそうさまです。あ、もう匂いが抹茶だ。ストロー、いらない。ストロー、なんか入ってんだけど。え、ほんと？これ何？アイスみたいなの入ってる。あ、じゃあアイスもじゃん。なんなの？フロートだから。フロートってあれでしょ？氷溶かす感じでしょ？あれ違う。あ、そういうことか。フロートってあれじゃない？フローズのフロートじゃない？ごまめっちゃうまい。今うちら貸し切り状態だね。乾杯。じゃあ私もこのままいただきます。うん、めっちゃうまい。美味しい。あ、
すごいね。まさかさ、自分の人生の中で整形する日が来ると思わなかった。本当？ああ、そっか。来る日がないと思ってるんだったらね、ドキドキだよな、それね。なんか私の行くところは、ここの表止め、表で玉を止めるのと、目の裏側で玉を止める2種類の方法があって、で私はいろいろ聞いたんですよ。聞いたら、この裏で止めるやつの方が綺麗にデザインが作れるっていう風に聞いたので、裏止めでやることにしました。で裏止めだとね、ダウンタイム1日で済むんだって。だから普通に仕事とかできるのと、ただ私は目足の切開やるんだよね。なんでそれが1週間ぐらいちょっと糸があるのであれなんですけど、さすがに目頭切開でさ、 目のさ両方ダウンタイムきついとちょっとそれはそれで辛いかもしれないからまあ、よかったかなって感じかな。1週間後に抜歯なって、やった後取るんだ。ここに糸塗ってるから、それを抜歯するのが必要だから、1週間後に抜歯をまたしに行きます。あとあれだね、今筋トレしてるじゃん、めっちゃピラティスとか、ちょっとそれの予定をまた調整しないといけない。そっか、筋トレしちゃダメな。激しい運動あんま良くないよね、ダウンタイム中って。ちょっとそれ聞いてなかったから次また聞きますわ、電話して。筋トレ中にね、糸が切るとね、怖いよね、確かにね。フリーポーク、抗生物質フリーのポークってすごい。抗生物質フリーのポーク、抗生物質フリーのポーク、抗生物質フリーのポークって、すごい。ちょっとせっかくだから店内見てみようかな。ちょっと店内をうろつきたいと思います。こんな感じです。かわいい。すごい、インナービューティー、ルーズポリシーだって。これはあれですね、低糖質、低 GI、低脂肪。パンケーキとか食べたいな。内装もとってもおしゃれです。あ、ディナーとランチメニューがあります。美味しそう。パスタセット、ハンバーグセット、スープ、サラダ付き、いいね。デトックス、美味しそうですね。ディナーはフルコースと、え、すごい美味しそう。へえ、食べたいな。ダイエットが終わったらゆっくり食べに行きたいと思います。ちなみにカフェもありました。シャインマスカットのビーガンベリー、美味しそうだ。マジで食べたいな、これ。で、あとブルーラボか、これは店内の説明かな。こんな感じでグッズもいっぱい売ってみたいです。美味しそう。それとここクッキーだって、いいね。あ、デモンストレーションでさ、針って言えばいいの、なんなの、ピンセットじゃないね、ピッてやるやつをここにクッて、ピッてやるやつをクッてやってやったら、二重がね、ちゃんとね、できんの。で、なんか、本当に、なんか、二重になってる自分が、ピュッて現れたから、すごいな、みたいなね。なんかね、竹串みたいな。あ、そうそうそう、そうだ、そうだ。金具をこうグイッと ね、ね、グイッてやったら2つの金具をこうプスって刺して、目開けてくださいって目開けると2人になるよ ね、びっくりした、あれ、もう興奮やばかったよね、あ、すごい、おにょんちゃんがいるってなるよ、おにょんちゃんになってるってなって、大興奮ですよ、うちら2人とも、で、先生もね、ちょっと大興奮しすぎてね、ちょっとね失笑してね、あ、そうっすかみたいな先生めっちゃ可愛くてびっくりした、優しい先生だったね、すごいいい先生だった、やっぱね、あの先生のところだったら全然いいかなって思います、やって後悔ない。そう、また
私がさ驚愕だったのはさ、うん、ちょっと私がこっち側にいて、うん、先生がこっち側でやって、うん、最初こっちの目をね、うん、こう刺してたのね。で私がさ こっち側から見るからそのなんかただ二重になっている金星しか見えなくて、ただこっち側やった時に私こっち側から見るとかなえちゃんとウォニョンちゃんがいたの。おもろっ。はぁーって言って、うん、ウォニョンちゃんがいるって思って大興奮気味に、うん、なんか先生の隣で吠えてて確かに吠えてたね。やったウォニョンちゃん乗れるよってで先生はあ、お兄ちゃん、あ、そうですかとか言ってちょっと戸惑ってんじゃね、うん、面白かったよね。そうそう面白かった。ちょっとうまく説明できた今 手の動きが。あ、そう伝わってる伝わってる。私がさあんまりメイクのセンスがないもんだから、うん、そのちんちゃんに今回ついてきてもらって、うん、そのここのね目頭の二重幅って言ってもさ目頭と綺麗に平行になる場合と後ろに向かって広がっていく場合がある、あるじゃん、うん、そこをちゃんとね的確にね言ってくれたのよ私はちょっとそういうの分かんないのとなんとなくそんな気がしても勘違いかもしれないと思って飛ばしてしまう癖があるから、うん、いやなんかウォニョンちゃんのねあのカウンセリング受けるって聞いてウォニョンちゃんのウォニョンちゃんになりたいのね。そうそうそう私ウォニョンちゃんになりたいので、なんかウォニョンちゃんの画像を見まくって、だって見た結果結構なんかねこうあ、見てた、あ、大丈夫だろこんな感じになってるんだけども、あ、いいじゃんいいじゃん。で、なんかまあ画像、まあウォニョンちゃんの目を見てくれるとわかるんだけど、目の端の方が広くて目頭が二重幅狭いんだよね。だから、うん、狭い二重幅から広くなってるから平行二重でもちょっとこう外側が広くなる、うん、それをでお願いしますって先生にお願いしてね。希望通りナイスアだもんね。ありがたかった、うん、マジでナイスアシストだった。よかった。そんな感じで、うん、ちょっと興奮の様を、ね、興奮してお届けするべく今カメラを回しました、ね、なんか私の説明がうまくみんなに伝わってるかわからないけど、いや伝わってる伝わってる、うん、伝わってるよ。いやでも楽しかったな。本当、うん、よかったよかった。どんな顔になるんだろう。いや結構やばかったよ。よかったやばとか言って待ってもないのにテンション上がっちゃった。なんか私の爆上げ感やばかったし、うん、すごい飛び降りしたもん。いいっすかマジで。いやだって本当にだってかなえ、かなほしとウォニョンちゃんがこう右左でいたからうーわーとかなっちゃった。ということで今が整形終わりの整形終わりしてる整形のカウンセリングですね、うん、カウンセリングが終わってそのままの状態でちょっとカフェに入りつつ喋っております。楽しみにしててください楽しみにしててね。はい、ということでもうこれはあれですね、日常防備力ですね日常防備力でした、うん、バイバーイ。チャンネル登録と整形頑張ってねって思った方はいいねボタンお願いします。